い、皆さんこんにちは。トロンボン奏者の辻田正文です。今日の動画はですね、なるべく身軽に、綺麗な音で録音をしたいと思って、iPhone にね、一番こう、まあ、合うマイクはないかなと思って、探していたところ、まあこういうのがねあるんですよ。わかりますでしょうか。これは Zoom の IQ7 というやつですね。いろんなズームからね、あのマイクが出てるんですけれども、こういうね iPhone につないで、まあ単純に音を良くするっていうね機械なんですけれども、これを持ち歩いてですね、日々動画を作っているわけですが、まあ iPhone で一番お手軽に、いい音で録音しようと思うと、こういうね機械が必要になってきます。で、 iPhone のマイクでも比較的よく撮れるんですけど、最近の機種も、マイクの質も上がってきたんでね。なんですが、ちゃんとこういうマイクを通して、撮る音と、それから iPhone 自体で撮る音っていうのはまた全然違ってくるので、まあ、これを、まあ、普段どうやって使うかっていうね、ちょっと参考になればなと思って今日を、動画にしようと思いました。このマイクの品質とかね、例えば、まあ、イヤホンで聞いた感じの音 の入りとか、そういうのをちょっと聞いてもらえたらなと思います。それでは IQ7 行ってみましょう。はい、それではちょっと、まあ、IQ7 の説明をしたいと思います。はい、じゃあこの IQ7 の、説明をしましょう。上についてるのが、マイク本体のとこですね。はい、この MS マイク、ステレオマイクですね。サイドとミッドって書いてあります。まあ、この2つのマイクを使ってあらゆるところからの音を取っていくという感じです。あと、つまみがありますね。これ0から1、2、3、4、5、6、7、9、10段階の、つまみがついています。そして隣にレベル LED、こっち側ですね。はい、このレベル LED から、まあ、赤色になるまで、赤色になったらダメらしいんですけど、黄色い範囲、それを、見て、音量が適切かどうかを見る、レベル LED がついてます。あともう一個、ステレオ幅調整スイッチ。はい、ステレオ幅調整スイッチは、90度、120度、それから MS って書いてあります。MS は違うアプリに入れてそっちでいじるみたいなんで、これ本体でいじる場合は120と同じ、 MS と120が同じになるそうです。この丸いところと、90度120度って書いてあるところで、まあ、音量なり音の幅なりを調整するようです。あとコネクターがここにあって、これは iPhone 用ですね。なんかね、さっき見たんだけど、これiPhone とかにケースつけてる人は、このカバーを取ると、その僕ケースをね外していつも使ってたんですけど、これ取るとこういう風にケースつけてても、なるべくケースがまあ厚くない方がいいと思うんですけどね、ケースついててもはめやすいですよっていう、このカバーがねついてました。裸で使う時はこれをはめて、ケースがついてる人はこのまま使うっていう、これいいっすよね。でこういう風な感じになっています。裏は、ここに滑り止めがついてるんで、まあ、横にした時とかね、こっちを下向きに置いた時用の、まあ、滑り止めがついているという感じです。すごくねシンプルな作りになってます。はい、こんな感じです。じゃあでは実際にですね、はめてやってみましょうか。はい、はめた時は、まあ、なるべくゼロにしておいてですね、ビデオとなっているところ、はい、押した時にですね、はい、こんな感じです。はい、ここに今わかります？こう光ってんの、はい、ここで、まあ飛び出ないようにするんですけど、これゼロでも入ってるってことかな。ほら上がってきましたね。ほらほらほら、これ割れてる。結構大きな声まではいけるのかもしれないです。5とか6とかあたりは、まあ近くても赤にはあんまりならないんですけど、8とかまでなると、あ、そうですね。8メモリぐらいになると、割とこう音割れしそうな感じなんで、まあ6とか5ぐらいが一番いいですかね。
で音量がもし足りないときは動画編集ソフトに入れてそこで上げたりする方がいいかもしれませんね。割れたら使い物にならないんで、はい、こんな感じでしょうか。まあ近いんで割れてるんですけど、もしかしたらちょっと遠くにね距離を取ってあげると割れなくなるかもしれないですね。あと今気づいたんですけど、これモニター用のイヤホンジャックがついてて、これをイヤホンつないだまま自分でモニターしながらどれぐらいのレベルで録音できてるかなっていうことがわかるみたいですね、はい、これも便利なところですね。今は90度になっています。じゃあ、早速ねボリューム感、3メモリ、5メモリ、7メモリ2段階ずつちょっと上げて、まあ9とかね1とかは多分使わないと思うんであんまり、はい、なので3、5、7あたりで楽器で録音してみて、その音量感でちょっと、試してみたいと思います。では90度3メモリーです。Mm-hmm.
しょうか。 IQ7 でした。今僕撮ってみてちょっと聞いたんですけど、90度の3メモリが一番良かったように感じています。まあ、聞いてもらっても分かる通り、7メモリぐらいにするとちょっと割れてるなーっていう感じでしたね。使い物に ならないですね。結構割れちゃうんで。で、5だとちょっと周りの音も拾いすぎちゃうんで、3メモリぐらいが一番良かったですかね。と言っても、ここから、まあ2メートル、3メートルないぐらいの距離で、iPhone で撮ってるんで、例えば、120度にした時に音あんま良くなかったんですけど、反響音がすごくて、スタジオの。そういうのも全部拾っちゃうんで、あんまりこう良くなかったと思うんですけど、例えば大きいコンサートホールとか、広い場所とかでこういうのを使うと、例えば120度の、このメモリが生きてくるんじゃないかなと思います。でやっぱレベル調整がやっぱちょっと難しい、一人じゃ難しいんで、例えば誰か演奏するときに、ここのイヤホンでまずちょっと聞いてみるといいかもしれないですね。自分の音は音量とかはちょっと聞けないんですけど、誰かが演奏してる時にちょっと音吹いてみてっていう風に言って、調整した後に、まあ、自分で吹いてみるとか、ちょっとこうイヤホンで聞いて、あ、割れてないかなとか、まあ、ちゃんと耳で直接聞くのが一番いいと思うんで、まあ、調節するときに、割れないようにそこだけちょっと気をつけないといけないかなと思います。で音質も、iPhone だけのやつは結構大きくなると大きい音をちょっとカットしたりとか、あと小さくなると小さい音量を上げようとして、こうなんか音量の差がねこうなっちゃうんですけど、これつけるとそういうのも全部なく、もう上から下っていうちゃんともう決まった規定でやってくれるんで、例えば音を使ったオーディションの録音とかっていう時は結構 iPhone で撮っちゃダメっていう時があるんですよね。こういうのもまあ本当はダメですけどね、ちゃんとしたマイクで撮った方がいいんですけど、もう最終手段として、まあ、これでもまあギリギリ、まああんまり良くないんで、オーディションとかは本当はちゃんとしたマイクで撮った方がいいと思いますけど、うん、ギリギリ、まあ、ちょっと人に聞かせるぐらいだったらいいかなっていう感じです。あとはまあ記録用、自分の演奏を記録したり、いい音、割といい音で記録したいなっていう時は、iPhone と一緒にこれを持ち歩いて撮ってみると、解像度の高い音、うん、細かい音も聞こえるって感じですね。はい、そういうところまで録音を、してくれるので大変便利かなと思います。ただ本当にちょっとめんどくさいんですけど、こういうメモリでね、自分の音量感を確かめてチェックしてからじゃないと、まあ、できないのがちょっとね、ちょっとひと手間ですけど、まあいい音、解像度のある音で、まあ、撮りたい時の最善かなと思いますので、これぜひね、どこかもしご利用でしたら使ってください。1万数千円だった気がするんですけど、今ちょっとね値段出しておきますので、 iPhone とこれだけ持っていけば、まあ、綺麗な音が撮れるっていうね、Zoom の IQ7 でございました。はい、ということでこちら IQ7 のちょっとご紹介でございました。よろしければ試してみてください。それではまた違う動画でお会いしましょう。